北朝鮮のキム・ジョン・ウン国務委員長は、キム・イルソン主席の26週意味を迎え、クムス山太陽宮殿を訪れたと、朝鮮労働党機関紙労働新聞が今日報道した。西棋州山太陽宮殿はキム・イルソン主席とキム・ジョン・イル総書記の遺体が安置されているところである。参拝には、チェリョンヘ国務委員会第一副委員長などの幹部たちと国務委員会の委員たち、 党中央委員会政治局委員と候補委員たち、中央軍事委員会の委員たちが参席したと報じられた。キム国務委員長が姿を現したのは、去る2日に党中央委員会政治局拡大会議を主催して以来である。キム国務委員長は去る4月15日、古キム・イルソン主席の生誕日である太陽節に西紀州山太陽宮殿で参拝を行わなかったため、健康異常節が取り沙汰されていた。 太陽節は北朝鮮では最大の摩節とされている日であり、金国務委員長が取る件以降、この参拝を行わなかったのは今年が初めてであったためである。